皆さん、こんにちは。2021年、宅建週一完成特別講義お試しウェブ担当のレクセン人講師、ともつです。どうぞよろしくお願いします。さて、それではですね、今回はこちらですね。 えー、2021年週1完成合格フルコースという,うーコースがありましてでそちらのお試しウェブということで、えー、40分ほどになりますかね、えー、お話をさせていただきたいと思います、えー、それではですねレジュメの方ご用意お願いいたします、まあ、ないという方はね、あのー、こちら映し出しておきますので映、えー、し出してるものを見ながら、えー、聞いていただければというふうに思いますでですねこちら週1完成合格フルコースなんですけれども これはですねインプットの講座であります、えー、このコンプリート合格講座という講座とアウトプットの講座であります過去問セレクト300攻略講座というものが同時に進行していくというコースになっております。えー、ですので、まあ、まずはですね今回はこちらのそのコンプリート合格講座インプットの講座で、まあ、どういう風な講義をしているのか、えー、それから 過去問セレクト300講座、えー、こちらの方ですね、えー、そちらのアウトプットの方で、えー、どういう講義をしているのかっていうところをですね、えー、まああのー、体験していただければなというふうに思いますでまず、えー、こちらお試しウェブの方のレジュメなんですけれども、まあ、こんな感じでね、えー、権利関係編のところがまあ目次からこう載っておりまして まずこう第一コース、意思表示というふうに載っていると思います。で,です、ね、えー、とこちら、お試しェブのほうはです、ねえー、白黒なんですけれども、実際の本講義の方で使用するテキストはまあこちらですね、はいえー「卓球士合格の取説という本を使ってまいりますけれども、えー、そちらの方はちょ、同じページの方が分かりますかね、えー、そちらの本講義で使います方のテキストに関しましては、フルカラーのテキストとなっております。ででですのの実際講義で使うのはフルカラーの のテキストということになりますが、まあ、今回は、えー、白黒のテキストで、えー、見ていきたいと思います。 まずですね、コンプリート合格講座、こちらの方は、この卓研士合格の取説基本テキストというものを使って、ですね、えー、基礎知識をまずは皆さん、えーね、習得していただくというのが趣旨になっていきます。では、ですねで具体的にですねどんな感じで講義をしているのか、ね、えー、短い時間なんですけれども、えー、体験していただければというふうに思います。ではですね、まず2ページのところからご覧ください。はい えー、2ページのところ契約の成立というふうにございますでまずですねこちらテキストのところには重要度というものが書かれておりますでこれ ABC で分かれてるんですけども重要度が C になっています。 で重要度がまあ ABC のうちの C って言ったらじゃあそんなに重要じゃないのかっていうふうに思うかもしれませんがえ実はですねこのテキスト、まあ、見て頂ければ分かる通りですね結構薄めのテキストになっておりますこれは本当に合格に必要最小限のものを入れたっていうそういうテキストなんですねなので、まあ、ここの部分に関してはもうどれもこう省略できないなっていうもう本当に最小限のものを入れてありますなもんですから重要度 C だから飛ばそうっていうこういう考え方はちょっとね、えー、やめ ていただきたいというのがですね、まあやっぱりこうあの意識としてはあるわけですよ。で、どういうことかと言いますとですね、じゃあなんで重要度 C になってるんですかって言ったらば、まあ、こちらです。この単元自体はほとんど出題されません。 はいだからですなんだ出題されないんだったらじゃあ重要じゃないってことですよね、うん、じゃあ飛ばしていいんじゃないですかって思うかもしれないんですがそうもいかないんですこちらご覧くださいここを理解しておかないと後々の勉強に関わってきますというふうにあるんですねまあこの他の分野を勉強するための基礎知識になるっていうところなんですよだからまあ省略はしないでいただきたいっていうところになるんですね何か具体的にイメージつかないと思いますので、まあ、どういうことかと言いますと 例えばじゃあ中学入試で考えてみましょう、ね。中学入試難しい問題いっぱい出ますよね。んなんかテレビ番組とかで、ね、本当にこれ小学生が解くのみたいな感じで、ね、難しい問題とかいっぱい出てくるじゃないですか、ね、考えてみてくださいじゃああの中学入試の問題の中で例えばじゃあ掛け算の2の段って出ますかね21が22人が423が6多分出ないですよね、はい、多分出題されないんですよじゃあ出題されないからやらなくていいですかって言ったらそれは違いますよね そうなんでですかって言ったらだって二の段知らない人がね食塩水の問題解けるわけないじゃないですか二の段知らない人は火の問題解けるわけないですよね二の段知らない人が面積の問題解けるわけないじゃないですかそういうことなんですよそうここで言うことっていうのはまあ掛け算の二の段みたいなもんなんですよねえですのでまあ、これ自体が出るってことはおそらくないですおそらくないんですけどもここの内容を知っておかないと 今後勉強でつままずいてしまうだからそういう意味で飛ばさないでいただきたいただじゃあ試験に出るか出ないかで言ったらば出ません。 とととといいううここで、まあ、重要度 C ということになってますなので、まあ、重要度 C って言っても本当に、ね、えいらないここは必要ないっていうものであればまずそもそもこのテキストに載せてないので、はい、もう最小限ってことはそういうことですよ、えー、ですので、まあ、ちょっと飛ばさないで頑張っていただければなというふうに思いますではまずちょっと見ていきたいと思います契約の成立というところで契約って何ですかっていうお話です はい、まあ、言葉自体はね契約契約っていうふうに、まあ、よく聞くじゃないですか、えー、ただじゃあ実際何なんですかって話なんですよね契約とは一言で言えば約束のことですとはいまあ簡単に言うと約束のことってことになっていきますでコンビニでジュースを買うのも売買契約という契約ですということになっていきます例えば、まあ、ここにあります通り A さんがですね、えー、土地を売りたいというふうに思いました ね、B さんがその土地を買いたいというふうに思いました。で、そうしたらばですね、A さんがね、えー、その売りたいという気持ち、えー、このね、売りたいなっていう気持ちをまあ、えー、表示したわけですよ。売りますっていうふうに言いました。はい。で、それに対して B がですね、あ、じゃあその土地買いますっていうふうに、えー、承諾しましたと。 はい、売ります買いますねこういう、えーね、売ります買いますみたいなものを意思表示って言ったりするんですけども意思表示ですね、えー、意思気持ちですよね売りたいと思ったこの気持ちを表示売りますという言葉で出しましたよね。はい意思表示が合致した時に契約というものは成立しますということは A さんがその土地を売りたいと思いました B さんがその土地を買いたいと思いましたそして売りますと言いました買いますと言いましたこの瞬間に売買契約というものは成立をする。よろしいでしょうか はい「契約はいつ成立するんですか?」って言ったらまあ難しい言い方をすると両者の意思表示が合致した時つまり,、ね、売り「売る側も売ります」っていうふうに言いました買う側も買いますっていうふうに言いましたその瞬間に売買契約が成立するということになってくるわけですねじゃあ例えばですね。 コンビニでジュースを買うっていうのも例えばコンビニはジュースを売りたいと思ったわけですよねだから商品陳列してるわけじゃないですかねコンビニはジュースを売りたいという気持ちがありますだからジュースを陳列するというですね売るという意思表示をしてるわけですよそうここでいうコンビニの意思表示というのは売るというまあね売り場に陳列するってことですよね はい、でそれに対して、えーね、我々がですね、えー、ジュース欲しいなっていうふうに思ってそのジュースをレジに持ってきますよねレジに持ってったってことはそれが買うという気持ちを表示したわけですよねそう、えー、ですからレジに持ってって、はい、商品陳列してレジに持ってったそうレジにポンと置いたこの瞬間に売買契約は成立するこういうイメージを持っておいてくださいよろしいでしょうかね で売買契約が成立すると所有権が売り主から買い主に移るということになりますつまりこの瞬間に売買契約が成立しているわけですからこの成立した瞬間にこの土地は A のものから B のものへと変わっていくってことになるんですよねはい、A が土地を売りたいと思って B がその土地を買いたいと思いました売ります買います言いました契約が成立しましたこの瞬間にその土地は A のものから B のものへと変わっていくということになっていきます。ここまでよろしいでしょうかね。はい。そしてこちらです。契約の成立に原則として書面は必要ありません。そう考えてみてください。考えてみてください。先ほども言いました通り、そうコンビニでジュース買うのも売買契約っていう契約ですよね。さあコンビニでジュース買うときに皆さんはいちいち契約書というものを作りますか？ そう,でう、ね、んジュース欲しいなと思ってレジにポンと置いた瞬間ですね,ね、えー、レジの店員さんがですよ「あいらっしゃいませ」。 まずは、契約書の成立から成立、ねえー、作成から参りたいと思います。えー、まずですね、と、えー、こうコ,コンビニエンスストア、以、え、下、ー、こうとする、は友継正弘、以下おつとすると、えー、ジュース一つにおける売買契約を提結した第1条とかってやりますかやらないですよね、下手したらテープだけ貼って、そのままお金を置いていきますよね、それでも構わないわけですよ、書面なんかいらないんですね、必要はないわけですよ。はい。 ただじゃあなんで書面を作るのかって言ったらばそれはそうそうどういうことかと言いますと書面を、ねえー、書いておいた方が後で言った言わないで揉めないで済むからなんですよね。そううんまあ、だから書面が作成されないと契約が成立しないってわけではないんです。はいいい、えー、らないんだけども ね後で言った言わないで揉めたら嫌だから、えー、書面を作っておこうよってしてるだけの話なんですよ。そうですので、えー、書面を、ね、作成しないと契約が成立しないわけではないここはまず頭の中に入れておいてくださいよろしいでしょうかではまずここ契約が成立したってところまでは OK ですかはいそれでは次のページまいりましょうじゃあ契約が成立しましたはい。 一度決めた契約、まあ契約って約束のことですよね。これは守らなければなりません。まあ当たり前の話ですよね。はい、当たり前の話でございます。じゃあ、ね、この当たり前の話が実際どういう流れになっているのかっていうところを見ていきたいわけですよ。はい、土地を買うって約束をしたんですよね。買うって言ったんだから、その約束守ってください。具体的には、そう、買うって約束したんだから、代金払わなきゃならないですよね。 うん売り主は売るっていう約束をしたんだからその土地を引き渡さなければいけないですよねというふうにそう約束をしたならばやらなければいけない義務が出てくるんですねはい、えー、それをこういうふうにまとめてありましたね A が売り主さんですよ B が買い主さんですよはい、えー、こっちが売り主さんでこっちが買い主さんでございます。 売りますと言ったんだから約束守ってください。土地渡してください。買いますと言ったんだから約束守ってください。代金を払ってください。これをちょっと難しい言い方しますよ。ちょっと難しい言い方しますよ。A は B に土地を渡す義務を負うわけですよね。そう A は B に対して土地を渡すっていう義務を負ってますよね。B は A に対して代金を払うっていう義務を負ってますすよよねね言言っっってることとは一緒ででちょ難しくただけすよね。 はいこのように相手に対して負う義務のことを債務というふうに言いますはい相手に対して負う義務のことを債務というふうに言いますはいですから A は土地を渡すというまあ債務を負っているわけですし B は代金を払うという債務を負っているわけですよねじゃあこのね A は B に土地を渡す義務を負う B は A に代金を支払う義務を 追うというのを言い方変えてみます同じことですよ言い方変えましょう A は B に土地渡さなきゃいけないんですよねってことは逆に言えば B からすれば A に対してねえねえ土地渡してよっていう風に言える権利がありますよねはい じゃあ、えー、B は A に代金を払う義務を負ってるということは、B は A に金払わなきゃいけないってい義務を負ってるってことは、A からしてみれば、B に対してねお金払ってよっていうふうに請求する権利がありますよね。そう、このように言い方変えるとこういう言い方に変わってくるわけですよ。そう、どちらも権利を持ってるっていう言い方をすることもできますよね。このように相手に対して。 請求できる権利のことを債権というふうに言います。はい。ですのでまずはい契約をしました。契約をしました。そうしたらどうなりますかって言ったらは売買契約を結びました。はい売買契約を結びました。そうなったらまあ、A ははい B に対して土地を渡す義務を負いました。 ねえー、ということは A は債務を負ったってことになります。はい、B は A に代金をを支払う義務を負いましたということは B は債務を負ったってことになるわけですね。言い方変えると B は A に対して「ねえねえ土地を渡してください」って言って請求する権利があるわけですよね。ということはまあ債権があるわけですよね。はい、で A は B に対して代金を請求する権利があるということは A は債権を持ってるってことになりますよね。そうつまりこれれ売買契約結ばるるとどうなるのかっつったら A も B も B ね、債権も債務も持ちましたよっていうことになってくるわけなんですよ。ここまででよろしいでしいいょうかねはい、じゃあこの契約ってやつなんですけれども、はい、契約って。 ね、えお互いが納得していればもう原則としてどんな契約でもいいです今売買契約っていうふうに言いましたけどももちろん売買、ね、売ります買いますの契約以外にもいろんな契約ってありますよね、えー、例えばもの、ねえーまあの貸し借りの契約っていうのもあるわけじゃないですか、ねえー、これ貸します、ね、それ借りますっていうですね、えー、貸し借りの契約とか、まあ、そういういろんな契約がありますただそれは、ねえー、2人の間で結ぶ契約なんですからその2人が、ね、納得していれば まあ原則どんな契約でもいいですよね。はいというような内容がまずここまでよろしいでしょうか。はいでですねまあ、ちょこっとトレーニングという形で問題がですね、えー、ちょろちょろっと載っておりますのでまあ、ちょっと見ていきましょう売買契約は書面に寄らなければならないお、ね、昔の問題ですね1981年。えー えー、昔は宅研簡単だったって言われてますよねはいそうええー、ねだからもう最近は宅研もすごく難しい試験になりましたけれども昔はね、えー、結構優しい試験だったっていうふうに言われてますよねだから結構昔に取ったね宅研昔に取った方からね宅研、えー、な,なんかちょちょっと勉強すれば、ね、すぐちょちょっと取れるよみたいな感じで、まあ、言われた経験がある人もいるかもしれないんですけどそれはね、えーまあ、ご覧ください昔はこういう問題だったんですよねはい、えー、ということで「はい、バイバイ契約」って正面に載らなければならね罰です 契約に書面は必要ないですコンビニでジュース1本買うのに契約書なんてね交わしませんはいということで契約に書面はいらないですよ、罰ということになっていきますさあまずここまでよろしいでしょうかこれが、ねえー、2ページ、3ページ、えー、先ほど言いました通りすべての基本になっていきます。でどういうことですかって言いますと、まあ、ちょっと目次があるのでついでにちょっと目次を見ながらね今後の流れっていうのを見ていきたいと思いますけれども。 この権利関係のまあ大体半分ぐらいの内容はですね、今の話の例外っていうものが結構多いんですよ。えー、どういうことですかって言ったらば、今約束は守らなければいけないっていうふうに言いましたよね。契約が成立しました。そうしたら約束は守らなければならない。はい、原則そうなんでしょう。ただ本当にそうなんですかっていう話になってくるんです。本当にそうなんですかどういうことですかうん。 例えば、えー、この直後にやるやつ詐欺脅迫ってやつなんですけども、ねえー、その契約が騙された脅されたそれで契約したそれでも守んなきゃダメですかとかですね例えばここの第2コースの制限行為能力者のところに関しては、ね、売ります買います言いましたと契約成立しましたと、ねえー、じゃあ契約約束は守らなければならない本当ですか ね、例えば、ね、それが何も知らないでね、えー、よく考えずに「うん」っつって子供がね、えー、もうあの軽く「うん」って言っちゃったそれでも守んなきゃいけないんですかねだとしたらちょっとかわいそうですよね、はい、でそういう場合もあるわけじゃないですか。と、はい、なない,いうふうに言ったけれどもじゃあ実際ね約束をね債務 やらななけければいけない義務ですよね不履行やってないそうしたらどうしましょうっていう話になってくるわけですよね。はい、それが債務不履行のお話とかになってきますし例えばですね先ほど言いました通り契約は書面でやる必要はないというふうに言いましたけども本当ですかとじゃあ保証人になるとかいうそういう大きな契約までね口約束で成立させちゃっていいんですかとかですね はいえー、保証はやっぱり書面じゃないとまずいよねとかですねで先ほど最後にやりました通り契約ってどんな契約でもね、えー、お互いが納得してればいいですよって言いましたけど「本当ですか?」とかですね、えー、例えば、ね、そのいわゆるその殺人契約とか愛人契約とか、ね、社会的にそれはどうなのっていう契約それは守る必要ないんじゃないですかそれはどんな、ね、契約でもいいってわけにはいかないでしょうっていうのがここの公序両俗に反する契約といった具合に そうこれから話が始まるものっていうのは今の話をもとにしてえそれの例外的な話っていうのが、まあ、結構多くですねこれから出てくるわけですよ。なのでそう例外を学ぶ前には原則を学んでおいていただきたいということになってくるわけなんですねだからそういう意味でここの部分を飛ばさないでほしいんですよそういう意味では。でですので は一応講義でもこうやってやっていきます。それはどうしてですかって言ったらば、ね重要度 C なのになんで講義でこんなにね時間かけて扱うんですかって言ったらば、これが元になるからなんです。これの例外的なお話っていうものがこれからのまあメインのポイントになっていきます。では、じゃあそのメインのポイントのうちまあ一つぐらいは扱っておきましょうということで、第二ポイント詐欺脅迫のところを見ていきたいと思います。はい。 でですね、まあここまで皆さん,、うんやってきて分かったと思います。債権とか債務とかですね、結構難しい言葉が登場してきます。ね、これどこのまあ話でもそうだと思うんですけれども。 例えばねその勉強し始めた段階でん苦労することって何ですかって言ったらば、まあ、その世界では当たり前に使われている言葉ただね日常生活ではあんまり使わない言葉でもその世界に身を置いてるとまあ普通によく使う言葉ってやっぱり結構あるじゃないですかどの業界でもね、まあ、いわゆる業界用語みたいなものですよ。 はい、でそういったものがやっぱりまあこの、えー、法律の世界でも法律世界の業界用語みたいなものっていうのはあるんですね、まあ、先ほどの債権・債務なんてもうね、えー、最たるもんですよ、はいまあ、そういったような、えー、専門用語が結構いっぱい出てきます、ねえー、最初は本当に焦らないでゆっくりやってってくださいね はい。で、まあ、やっぱり一番いいのは耳から聞きなれるってことなんですよ、えー。やっぱりね、聞き慣れてくると馴染みも出てきますので、だからあの講義の中でもね、そういう言葉、えー、ね、何度も何度も言っていきますので、そのためにああそういう言葉あったなっていう風に思いながら聞いていただくっていうのがやっぱりいいと思います。はい、えー。それでは参りましょう。詐欺のところです。詐欺とは騙すこと。騙されて契約した場合も。 ね、契約って守らなきゃダメなんですかねっていう話なんですさあまずですね、えー、こちら悪徳業者 A ですすな、ね、なんか悪悪そうな顔してますよね、はい、悪徳業者 A が B を騙して土地を手に入れようとしているわけです。ね A、は騙ましてるわけです。この土地は将来値下がりするよ値、ね、下がりする予定もないのにだ、ねえー、騙してるわけです。今だったら私が買ってあげるよっていうふうに言いました。 はい、それに対して b がですね、A、え、そうなんですか、だったら、まあ、ね。値段が下がったらやだなと、じゃあ、売りますっていうふうに言いましたと。はい、考えてみてください。買います。売ります。そう、売ります、買います。意思表示は合致してますよね。そう、だって意思表示が合致する。 ご覧ください2ページのところですそう、ねえ、売ります、買います、この、ね、意思表示が合致したときに契約って成立するんですよね、この考え方でいくならば、この考え方でいくならば、A は買いたいと思って買いますって言ってます、B も売り、だったら売った方がいいな売り、売りたいと思って売りますって言ってますよね、意思表示合致してますよね、はい契約はこれ、有効ですか、無効ですか、そう、有効です、なんでですか、意思表示合致してますから。 はいまずこの契約は有効だっていうところを押さえておいてくださいいいですかなのでまず有効か無効かで言ったらそれは有効になるんですよなんでですか意思表示は合致してますもんそうでも有効だから約束守れって言うんだったらそれは騙された人はかわいそうですよねそこではい詐欺の被害に遭った人今回だったら B さんですこの B さんは 契約を取り消すことができるようにしました。そう、取り消しなかったことにすることができるんです。はい、これによって b はその契約の取り消しをすれば。 騙されて渡してしまった土地を取り返すことができますよということになってくるわけなんですね。そう取り消しができるというようにしたわけです。だからね、えーえー、こうやってね、えー、騙されたにしてもですね、えー、結局意思表示は合致してるから契約は有効有効か無効かで言ったら有効でもじゃあ有効だから約束守れってのは空だされた人がかわいそうですよね。なので はい後で取り消しやっぱなしっていうふうに言えることにしたその権利を B さんにあげましたということになるんですそう詐欺の被害に遭った人ここで言うと B さんですねこれは、えー、後からやっぱなしって言って取り消しができるようにしたわけですはいでここのアドバイスのところご覧くださいよく出てくるのはこういう問題です詐欺による意思表示は無効であるという問題が出たら答えはバツになります だって有効ですもん無効じゃないいいででででですすすもんはい、ですの無無効効あるととう問題が出れば罰です無効と取り消しっていうのは最初から何もないってことそれに対して取り消しは取り消すまでは一応有効なんですよ取り消すまでは一応有効で取り消しをした瞬間に取り消しって言った瞬間にじゃあなかったことに最初からなかったことにしましょうっていう風にしてるわけなんですねってことは逆に言えば、うん、あの 結局ね、えー、まあね騙された騙されたにしても B がね、えー、まあ結局売りたかったからまあいっかっていうふうになったらそのまま有効でいくんですよ。そうつまり 取り消し権というものがありますので取り消す権利がありますので、えー、B はそう取り消しますかイエスとノーというこの選択肢が与えられているわけですねだからね、えー、いやこんな契約ね騙されたとしてたらやらなかったわって言ったら取り消しって言えばいいしまあ騙されたにしろ、まあ、結局売りたかったからいいかっていうふうに思ったらそのまま有効にすることもできるんですよなんでですかって言ったら取り消さない限り有効だからです はい、ということになりますのでここです無効と取り消しって全く違うものですから気をつけてておいてくださいだから詐欺による指標じゃ無効であると言われたら罰になるんですでここのまあ第1コースとかですねあと第2コースの制限行為能力者もそうなんですけども。